おはようございます。愛宕山は眺望がないですけど、今回のコースは低山を楽しむにはちょうどいいんでね、ぜひ今のうちに高評価いただけると大変ありがたいです。それではどうぞ。青梅、 JR 青梅の駅ですね。コンビニもありますね。よし、ここを出発していきましょう。なんか遠くに見えてるこの山々を巡っていくと思うんですよね。まずは街中を移動ですね。お天気は良好ですね。眺めが良さそう。見えた。多分こっからぐーっと行って、どこだろうね、この辺かな。歩いていくんです。前にね、一度来たことがあるんだけど、真っ黒クロスケが置いてあった。いや、天気がいいですね。長渕山ハイキングコース、地図で確認したんですけど、長渕山という山は、ね、書いてなかったですね。あ、この天祖神社で間違いないですね。いきなりすごい階段。着いた。いきなりの階段はやめてほしいね。もう広々としていいところですね。あ、ここに簡易トイレがありますね。こっちだ。長渕山ハイキングコース旧二つ塚峠と、こっちかな、ベンチもありますね。よし、ここから山道ですね。あ、よく整備されていそう。よし、行きましょう。なんか東屋みたいなのがあるな。旧二つ塚峠と、ここがなんだっけ、長渕山だっけ、山頂なのかな。山頂標識らしいものはないね。よし、どんどん行きましょう。こっちか。
なんだ、墓地だ。おお、向こうになんかある。キノコみたいなあずまえがありますね。確かにこっちからちょっとした分岐みたいなのがあった。あー、ここに座ってよいしょ、こう墓地を眺めながら休憩できるんですね。よし、行くか。分岐だな。山と高原地図だとこの辺に分岐はないはずなんだけど。長渕8丁目、どっちか。道はしっかりありますね。よし、旧二つ塚峠、こっちですね。分岐だ。小間木町、こんにゃく岩、めっちゃ気になるんだけど、遠いのかな。岩が柔らかいのかな。ここ通せんぼしてますね。よし、こっち旧二つ塚峠も、もうすぐ近くまで来てるはずですね。旧二つ塚峠かな。ああ、そうですね、日の出町。こっちがこう車道の方に行く方で、馬引沢峠、天狗岩、どっちだ。ああ、こっちだ。こっちが進む方向ですね。ベンチがあるんでちょっとだけ休憩しますか。次が馬引峠、 0.9km ですね。よし、こっちだ。なんか重機の音がすごいね。なんだろう、ここら辺
山ばっかりのはずなんだけど、なんだろうな、ここに高い建物がある。なんか工場みたいなものがありますね。また分岐だ。畑中小牧町、地図にない分岐が多いですね。道もちゃんと立派にありますもんね。よし、馬引沢峠 0.2km、 すぐそこですね。着きましたね、馬引沢峠。次がね、天狗岩。その前に赤ぼっこかな。馬引沢峠は車で来られるんだね。よし、ちょっと雲が増えてきたかな。でも天気はずっと良さそう。また音がするね。なんだろう、これ造成地みたいなことになってんのかな。さっき見えてたあの塔みたいな建物があっちにありますね。これなんだろうね。また分岐だ。あ、こっちが日の出町だ。で、こっちが天狗岩だ。こっちと見せかけてこっちだ。こっちから来てこうだね。ずっと樹林帯の中だけど、一瞬だけ開けましたね。何も見えないか。よし、赤ぼっこ 0.1km だ。すぐそこかな。ちょっと歩くか。もう、よし、次は天狗岩ですね。こっちだ。
右は天狗岩青梅、水と緑と梅の道。こっちか、道がしっかりありそうですね。まあまあ下ってきましたね。で登るんでしょう。大変だ。まあまあの岩場ですね。こういうところもあるんだ。よいしょ。ここだ。眺望は赤ばっこの方が全然ありますね。よいしょ。ああまだまだあった。でも向こうの方がちょっと低いね。よいしょ。よいしょ。天狗岩。よいしょ。はあ、よし戻ろう。和田橋梅の公園まで行っちゃうと下山してしまうので、次はね妖怪山ですね。よがいさん、よし、もう結構下るね。ここが妖怪山かな。ああそうだ、妖怪山414メートル。なんもないね。よし、次の愛宕山、そこでゴールにしますか。そこはねおそらく景色がいいと思うんですよね。梅ヶ谷峠、ああ愛宕山ですね。またいた。
帰り道はこっちですね。こっちで、この動画のゴールは愛宕山、最後こっちですね。今までの道よりは細いかな、やや荒れている印象。なんかソーラーパネルだ。ん？右か左か。おお、開けましたね。いや、だいぶ道が荒れてるな。どっちだ。あ、なんか下の方に林道跡がありますね。多分こっちだ。ちょっと道が分かりにくくなってますね。着いたかな、ここか。いや、最後の方荒れてましたね。はあ、眺望がないんだ。そっか、赤ぼっこがピークでしたね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。これからもこういう動画をどんどん出していきますんで、今のうちにチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画で。いい運動になった。